山荘なのか。鏡見えじゃん。たけしさんを苦しめた暴れマグロだ。丁寧にマグロを取り込む。ようやく釣り上げた。よっしゃ。今日は本当に苦労。いや、取れる方は珍しい魚だよ、本当に。苦労して釣り上げたマグロの大きさは66キロだった。たけしさんにとってちゃんと物足りない大きさ。初めてたけしさんに会った時はいきなり145キロの大物を仕留めてみせた。しかしここ2年は本格シーズンに100キロ超えの大物を釣り上げていない。こんなことでは一家の大黒柱として家族を養って